こんにちは。こんにちは。今日はももことヒロキングでコラボで動画撮ってみようと思います。はい、ちょっと意外な組み合わせです。昨日ね、はい、コワシャールさんのイベントにね、ちょっと2人で行ってきたんですよ。参加させていただいてて、うん、私はコワシャールさんのファンなんですけど、うん、前から好きだったんですけどね、ちょっと会いたいなと思ってて、いや近くに来てくれたらいいのになと思ってたら岡山に来ることになって、よし行こうと思ったんですけど、もうなんかその場所がめちゃめちゃ田舎で、山の奥のさらにちょっとすごいところで、なんかねマップにも出てこないような激しいところだったんですよね。で、だからなんか私めちゃくちゃ方向音痴なんですよ。で地図も読めないので、うわちょっとたどり着けるかなと思って、もう1週間ぐらい悩んでたんですよ。行こうかどうしようか、でも行きたい、でも行けるか不安っていうのをすごい悩んでて、いやでもこんな機会はもうないかもしれないと思って、よし行こうと、もう申し込みをもうしたわけですよ。決めたんですね。そう、そしたらですね、偶然にも全然知らなかったんですね。そう、申し込んだこともお互い知らなくて、で行くってことがなんか何 Facebook のなんかで知って、え、ヒロキング行くのみたいな思って、そう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 、で連絡したら、え、なんかね、一緒にやるコバシャルさんと一緒にイベントやる、久富英二さんが、親戚に当たるんです。そうおじさんみたいな。そうなんだっていう、びっくりしちゃってね。でも行くの場所がわからないって言ってて、うん、もう何回も行ったことがあるから、うん、どう、じゃあ一緒に行ってよってなって、で無事行けたということなんですけど、うん、まあ本当に獣道のようなところを、本当山の中トトロが出そうな感じの、これ一人だったら確実に私迷っちゃってもう泣きながら帰ってたっていうところだったんですよ。ほんまに。だけどやっぱね、決めたらこんな近くにね、そうね、現実が変わるって、うまいことね、そうそうできてるなと思ってね、そう。でコバシャールさんにその話をしたら、うん、縁がない人はたどり着けないんだよって言って、あ、そうですかって感じで、そうですか。でどうでした、コバシャールさん知らんかった、ね、コバシャールさん、いや一応知ってたのは知ってたんですけど、うんうん、あんまりその動画とかもあんまりその時はまだ見てなくて、なんか柔らかそうな人だなっていうぐらいで、うん、そこまで深くは知らなかったんですけど、まあ、実際に会ってもすっごい柔らかい、なんて言うんだろうな、まあ、自然体っていう言葉が一番合うんじゃないかっていう人でしたね。私はもう結構前からファンだって、動画もほとんど見てたんですね、うん、ね、なんか本当に自分軸で生きてるというか、うん、ザ・自然体な人ですね。すごいね、なんか環境のこととか、そうですね、やっぱり環境、うん、まあ自然に生かされてるんだよっていうのをやっぱり根本になんか持ってるっていうか、うん、そうそう、でビーガンなんですよね。そうでビーガンカレーも出たんですよ。あ、そうそう、食事が出て、そう、それがまた美味しかった、ね、美味しかった、初めて食べる、ビーガンは初めて食べた、私も興味はあったんですけど、うん、なかなかね、食べる機会がそうですね、ないですね。食べてみたいと思ってて、野菜がいっぱい入っててさ、野菜とキノコと豆とか、うん、でカレー粉とかも使ってなくて、うん、ちゃんとスパイスを使って出てサラサラしたカレーでいい匂いだったんですよね、うん、で玄米でね、美味しかったですね。美味しかった、お腹もいっぱい、おかわりしてたよね。おかわりした。そうなんですよ。で、一緒に、やってた五次元整体師の
久里明治さんという人もね、私初めて会ったんですけど、この人もすごい感じの人でね、五次元生態ってなんだろう、なんだろう、いやもう真似できないですね。彼も生態を一応ちょっとやってたんですけど、ね、なんか習ったこともあるのかな、習ったっていうか、なんかまあやってもらったことは何回かも、今たくさんあるんですけど、真似できる技術じゃないと思って、そうなんです、私も生態であんまり受けたことないんですけど、まあうつ伏せに寝かされて、なんかね揉まれるって感じじゃないんですよ、なんか変な動きをしてグリグリ十グリグリ吸うみたいなね。まあ全然痛くもなんともないんですけど、なんか終わったらなんか、ね、あ意外と張ってるねみたいなこと言われて、うん、で私別になんかそんなに体力使うようなこともしないんですけど、なんか疲れやすいなとか、何もしないのに疲れやすいなっていうのがちょっとあったんですけど、なんかしてもらったらすごいね、なんか体は軽くなった、不思議なことに、ね、何か入れてるのかな、分からない、手から分からない、不思議な生態、不思議な五次元生態って、あの人しかできないのかな、いやもう唯一無二だと思う。通いたくてもちょっと距離が、距離というか、もう場所も、場所もせめて多分一人でもう一回行ってたら多分無理でしょ、行きたいけど Google マップにも出ない、うん、無理でしょ。だから、ね、今度出張がある時にね、Google マップも途中で諦めるんですよ。地図にありませんね。そう、道をちょっと変な道を行くから、あれはたどり着けないですね。で、そうそう、で、もう一個面白かったのが、あの鎖骨ってここにあるじゃないですか、で、鎖の骨って書きますよね。で、そのだからこの話の中でね、英治さんが、人間はその鎖でこう縛られた状態で生まれてくるから、それを鎖骨のところを解放してあげたら本来の自分が出てくるんだよっていう話をしてて、もうそれは絶対やってもらいたいと思って、それも一緒にやってもらったんですけど、なんかね、人によってこう出てくる、こっから出てくる羽の色や形が違うらしいんですよ、ね、ひろきくんも前やってもらったんだけど、だいぶ前なんですけど、やってもらった時はもともと見えてたのがなんかワシの羽みたいな感じのが見えてたけど、鎖を解放したら真っ白な羽になったみたいな、うん、ワシの羽っていうのはどういう意味だったのかね、結局やっぱりなんか強く見せようとしてたみたいな、自分を偽ろうとしてたみたいな、もうなんかありますか、そういうもうちょっといつもちょっと胸が痛いじゃん、筒抜けみたいな、ではなんかもう自分らしく本当の自分で生きるみたいなのを目指してる、目指してるというか、まあそこからこれからやっていくみたいなことをその時は言われたかな、じゃあ今白い羽が生えちゃってるらしいですね。自分じゃ見えないんですけどね、いや見えないですね、私は何色が見えたかって聞いたら、水色だって言って、で形が、形までのこう鮮明に教えてくれるんですけど、こういうなんか蝶々の羽みたいなのが出たよって言ってくれて、と思って、どういう意味かというと、こう人を癒す波動を出す色なんだよって言ってて、そうなんですか、実は私歌うんですけどって言ったら、あーだからか、うん、ぴったりだねっていう感じで、ね、そのヒサトミエジさん、うん、もうなかなかコマシャールさんと同じぐらい変わった人で、ね、異世界中を旅行してるのかな、旅行してるというか、まあ、うん、この間ちょっと南米に行って、ね、なんかいろいろちょっとすごい体験をしてきたっていう、うん、その話も面白くて、シャーマンに会ったらしいんですよ、うん、アマゾンですかね、すごくないですかこれ、シャーマン、シャーマン、まあ、まだねいるらしいんですけど、あの人日本のシャーマンみたいな感じでね、うーんですね、変な薬草とか飲んできたらしいです、うん、そう苦行って言ってましたけど、うん、そうシャーマン透けて見えたって言ってたね、あ、うん、感覚が AB になって、うん、
みたいなちょっと不思議な体験もしてきたみたいです見た目もね、なんかもう日本人に見えない何人かわからないんなんかすごい空港でなんか止められたらしくてそうそうそう日本人じゃないだろうみたいなね言われたみたいですね。怪しい感じ、怪しい、まあ、南米のアジアっぽく、日本人っぽくなく見えるんですかね。タイとかフィリピンとかベトナムとか、ね、ベトナムとかそこの辺ですかねみたいなね。でもすごい軽やかな、うん、波動を出してる感じの優しい感じの人ですね、うん、そうそう。で最後にみんなで写真を撮ろうとしたら、あ、そうそう、集合写真を撮ろうとしたらエイジさんの家の畳の床が抜けるっていうドーって言ってから、もうハプニングが、家がね、ボロいんですよ、ね、ボロいって言ったらあれで、まあ、私は、まあ、昔のちょっと古い家に住まれてて田舎のザ、なんか、もうね、築何年だっていう、おばあちゃんの家みたいなそんな家に住んでるんですけど、そうで、写真、お姉さん、みんな20人ちょっとって、人ちょっとですかね、やっぱそんな人数がね、一気にその一部屋に集合したもんだから、うん、床がメキメキメキって言ってバーって、最初もう地震が来た、地震が、そう、地震かと思って、もうタンスがこう倒れてきて、あ、そう、タンスが倒れそうになってわーってなって、みんながわー逃げろってなってそんなこともありましたね。いろいろちょっとハプニングもあり、楽しい回でした、ね、面白かったですね。あんまり日本昔話みたいな家で、うん、そうそうそう、ね、そんな感じでしたね。そんな感じ、はい、シャルハンさんの話も面白かったね、うんうん、なかなか普段聞かないような感じの話題が満載というか、うん、まあ、みんながあまり触れないようなねところを結構、うん、バシバシ言ってくるから、そうですね、もうなんか思ったことをそのまま言うみたいな感じだったので、うんうん、そうですね、なんか怒らないことにしたとか言ってましたね、うん、怒ると疲れるじゃんってなんかもう本当にね、自然体な感じで、そう、もう怒ったって仕方ないから、うん、言ってましたね。あのね、あの自然体な雰囲気と喋り方が私はすごく好きで、なんか、ね、ずっと見ていられるって感じでしたね一緒の空間にいて落ち着く感じの人ですよね。安心感をくれるというか、うん、そうですね、やっぱ自然体で生きてる人って何ですかね、すごい魅力的だなっていうのを改めて思いました。うん、すごい学ぶところがいっぱいありましたね。そうそうそう、ね、はい、はい、またね、機会があれば、そうですね、またなんか会える機会があれば、会いたいな、うん、生態もまたね、してもらいたいぜひ受けに行ってくださいはい、終わります。こんな感じで、コバシャルさんの感想でした。はい、皆さんもね、ぜひ気になったら動画見てみてください。それでは。それでは。さよなら。